どうも、柳東ゴルフ TV プロゴルファーの柳東です。いつもはですね、コラボした相手のコースの中でですね、ちょっと気になった ポイントをレッスンしたりはしてたんですけども、今回からですね、ちょっと新企画でちょっとクラブのこだわりというか、クラブセッティングを見せていただいて、ちょっと語っていただきたいなというところなんですけどもこだわりあんまないんで。でも結構これオノフはあれですかね、試供提供ですかね、いただいてるから使ってるっていう。でもこれでもなんかオノフの中でも例えばパッと見結構分厚くて、はい、優しい系のクラブですか。そうですね、優しいですね、中空なんで。中空飛び系ですか。飛び系ではでもちょっとロフトが立ってるみたいな。その辺はあんまり気にならない、はい、飛べば飛ぶほどいいみたいな。あ、そんな感じですか、はい、あんま細かいこと気にしないタイプですね。気にしないですね。これオノフが入ってる中で唯一ヤマハの、いや、なんかいいユーティリティが見つからなくて、はい、これなんかもう10年近く使ってますね。じゃあ今いいユーティリティを探してる探してますね、はい、簡単なやつがいいですか。はい、僕今ピン使ってるんですけど、それいいっすね。結構気に入って、このピンの G425 ちょっと構えてもいいですか。どうぞどうぞ。とにかく優しい。これが4なんで、4と3が入ってて、めちゃくちゃ簡単です。今度ピン欲しい。ピン欲しい。ピン欲しいです。ピンの人。ピンの人って怒られちゃう。でもあのピンっていう会社はすごくその契約選手とかに対して家族みたいにサポートする会社なんで、あんまり契約選手じゃない選手にこうクラブを出すメーカーではないんですよ。実はピンっていうのは。まあそれはまあ別として。今度ウェッジがまたちょっと面白いの入ってますよね。僕これ初めて見ました。これ何ですか。イーデルっていう。イーデル？はい。アメリカのブランドですね。アメリカのジクラみたいな。これ何がいいんですか。なんかバンスが20度以上ぐらいあって、はい、60度だと確かに56も18とか20とか確かに抜けがいいみたいな。これでも構えるとめちゃくちゃこう丸いじゃないですか、はい、なんていうんですかね、とにかく何丸い丸いですか。こうとあ、この部分がこの先端、まあ、そうもそうですけど、これ刃が出てるってことなのかな。要はこうめちゃ出てますよね。ここがすっごい丸いから、あ、なんかしゃもじみたいな、全部丸いっすよね。これ僕普通のこれがジューシーっていうウェッジなんですけど、確かに球拾いやすそうだけど、なんかまっすぐ構えづらそうっていうか、まっすぐなラインがないじゃないですか、クラブの中に。例えば、はい、このピッチングウェッジだと、はい、すごくこのラインが直線的じゃないですか。あ、はい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 、だからこうアドレスした時にポッと構えやすいんですけど、はい、ビーデルだとここがすごくこうラウンドしてるから、あんま感じたことないですか。いや、全然わかんないです結構でも歯が出てる。あ、私歯出てますね。歯がすごい出てるから出てますね、はい、ボールを拾いやすそうですね。あ、ちょっと興味ありますよ、このクラブ打ってみたい。オノフか。あ、スプーンめっちゃいい顔してますね。これまだ発売前の。発売前、はい、発売前ですってすごい興味あるな。これ特徴がこっちにも重りがあって、はい、重り変えられるんです、自由に。はいはいはい。あ、カウンターバランス。あ、カウンターバランス、はい。シャフトの長さもこれ結構長いですね。これ47です。47インチ。これはこだわりかもしれないです。はい、47です。ですよね、はい、47インチのベンタスブラック、はい、6X、 はい。これなんで47インチにしてですか。飛ばしたいからです。あ、そっち系なんですねはい、全てちょっと飛ばし系の感じなんですね。あ、そうですね。なるほどなるほど、はい、へえ、ちょっとでもこのドライバーいいですね、はい、打ってみたいな。あの、シャフトもあれですね、左に行かないような感じのやつがいいんで。あ、確かにそうですね、はい、これね、今ベンタスの 6X 入ってるじゃないですか。こう僕が最近変えたんですけど、このね、僕のじゃない、はい、天性のこれ新しいシャフトなんですけど、これもすごくあの左に行きづらい、フェード打ちやすい、はい、へ、あともう一個僕がこう結構変えながら打ってる、こう TPT ってシャフト知ってます？ちょっと分かんないです。分からない。これ TPT っていうシャフトなんですけど、はい、これはデシャンボーとかが使ってて、あ、あのトーダウンしないっていう、絶対に、はいはい、だ
多分、ね、タイプ的に合うと思うんですよ。今度試してみてください、はい、試してみます。自分のクラブのシャフトが入ってきちゃったんですけど大丈夫ですかねこれ。大丈夫あとなんだろうな、シャフト軽型、軽型なんですか。これ115なんですけど、105を使ってました。もっと硬いやつ、はい、軽くて硬いやつ、はい、それは軽くて硬いって何がいいんですか。いや僕重いのなんかダメなんで、振りづらいんで。筋トレとかはもうやってないです。筋トレやってないのに飛ばしたいいや昔やってたんですけど。じゃあ今度僕と筋トレやりますか。ぜひやりたいです、はい、ゴルフの飛ばしに特化した筋トレみたいなのがやりましょう、ぜひということでですね、最後ちょっと翔太君のクラブから脱線してしまったんですけどもこんな感じで、あんまりクラブに興味がなさそうな、はい、すいません感じでした、はい、今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どんどん、コメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。